角が面取りされた、家具丸材の切断面が面取りされている面取りとは、工作物の角、または隅を斜めに削る加工法の一つである。面取りは、工業製品において、角部を削り角面や丸面などの形状に加工する工法である。加工においては、ヤスリや面取り工具が使用される。 人が接触した時に発生する可能性のある怪我を防止したり、物との接触による破損を防止することを目的としている。チャンファーとベベルをあえて区別する場合、上手がベベル、数がチャンファーである。日本語の面取りに相当する英単語がいくつかある。これらの単語は混同されて使われており、 人によって使い分けが微妙に違う。カナダドルソフトにおける使い分けも微妙に違い、例えばオートキャドでは円を丸める処理をフィレットコマンド、角を丸める処理をチャンファーコマンドとしているが、PTC クレオパラメトリックでは円や角を丸める処理は全てラウンドコマンドとしている。実機格機械製図において寸法補助記号の表し方が規定されている。 丸みメントリの場合には、記号 R を寸法数値の前に、寸法数値と同じ大きさで記入して表し、45度メントリの場合には、記号 C を寸法数値の前に、寸法数値と同じ大きさで記入して表す。17、機械製図寸法補助記号。実企画用語集サイト。2009年7月閲覧。ありがとうございます。